最新の情報を入れてますので、そこから情報をもらうっていうのも大事だと思います。でネット企業の仕方を知りたいですということなんですね。この方はですね、今コンサル生さんになっていらっしゃる方なんですけども、この時ですね、ネット企業の仕方を知りたかったんですよね。っていうのは海外移住をしたいので、ネットで起業してどこでも稼げるようになりたいということだったんです。で、学ぶなら誰から、習うなら誰からということを言ってました。で、学ぶならということなんですけども、とにかくメンターですよね、これ学ぶっていうのは、特に、教材ではなく個別コンサルの場合ですね、メンター選びがすごく重要になると思うんですね。で、実際にこの方の場合海外移住を希望していたので、もうすでに当然海外移住を 実際にしている方ですよね。で、それを手段に現役でバリバリ稼ぎながらですね、海外でもう同じことをやって、しっかり最先端にいる、最前線にいるということですね。まあ、これは本当に重要かなと思います。で、やっぱり情報のアップデートのためにもですね、ネット企業を習う